マニャト TV 始まるよイエーイ。そっちかい。どんだけ回ってくるの。遠いって。はい。はい、どうもマニャトです。ママです。トニちゃんです。今日はどこですか？朝霧町の人吉の朝霧町の岡留航空駅にやってまいりました。ああ、何線でしたっけ？熊川鉄道です。おっしゃる通り、日本で唯一幸福の名前がつく駅ということですね。だから幸せになります。幸福行き切符。見てみましょう。あら。めっちゃいい感じですよ。うん、これ黄色いポストもあります。何もくまモンがいます。マニャトのインスタよろしくね。これを持ってインスタ映え。こんな感じで朝霧ってなんで上からかぶせてあるの？なんか元は違ったの？なんか絵が見える。うんってなんだ。なんか一個息がなくなったってことかな。岡留幸福。じゃあ次で終点。あれ？朝霧終点。これ湯の前が終点じゃない？湯の前。前見たじゃん湯の前駅。これ人吉駅から出てる。うん。こっちに踏切があります。3つの写真、動画を撮る予定です。1時間以上ここにいます。平野第5分。これ若干撤去。若干撤去。桜が綺麗。なりました。何が来たかな、シンフォニー来たかな。向こうのシンフォニー。チャンネル登録よろしくねー。したいと思います。ツイッター、インスタグラム、TikTok のフォローよろしくお願いします。それではまた見てね。あ、そうだね。よかったね。桜入れたので。はい、また見てね。バイバイ。